タトラカータトラ T4 タトラ T4 はかつてチェコスロバキアのプラハに存在したタトラ国営会社スミーホフ工場が製造した路面電車車両。付随車の B4 と共に東ドイツをはじめとする東側諸国各地の路面電車に導入された。1960年から製造が実施されたタトラ T3 は経済総合援助会議体制下の 元出たトラック国営会社、スミーホフ工場が手掛ける標準型路面電車車両として、東側諸国各都市への導入が行われた。それまで自国で製造された路面電車車両の導入が継続して行われていた東ドイツについても、カーン・マルクス・シュタットやシベリーンに T3 及び付随車の B3 が導入されたが、T3B3 の車体幅は、 東ドイツの多くの都市の車両限界と比べて広く、停留所のプラットフォームに車体が接触する恐れがあった。それ以外にもソビエト連邦やルーマニアなど各地に同じ条件を抱える路面電車路線が多数存在し、T3 や B3 とは異なる規格を持つ車両の開発が要求された。それに応える形で、スミーホフ工場が生産したのが T4 と B4 である。終端に ループ線が存在する路線での運用を前提とした車両で主電動機や菱形パンタグラフを搭載した電動車の T4、主電動機や運転台が設置されていない付随車の B4 ともに進行方向右側に上高扉が3カ所設置され T4 の運転台も片側にのみ存在する。前面や後方の外反にグラスファイバーを用いる。 プラスチック製の座席を導入するなど軽量化を図った車体やパノラミックウィンドウを用いた T4 の先頭部デザイン、タトラカーの技術の由来となった PCC カーと同様の多段式関節自動制御、直角カルダン駆動方式など基本的な構造は T3 や B3 と同様だが以下の点で差異が存在する。 T4B4 は1968年から1987年まで製造が行われ、総生産数は合計3509両に達した。前日の通り、東ドイツに加えて、ソビエト連邦、ルーマニア、ユーゴスラビアなど、東側諸国各地へ向けて導入されたが、付随者の B4 は、東ドイツとユーゴスラビア向けのみ供給された。導入先の国によって、 以下の形式が存在する。T4DT4DT4SUT4R1980 年代、東ドイツの各都市で運用されていた T4DB4D の一部車両について、ループ線が存在しない系統への導入に向けて、運転台や乗降扉の増設などを理解し運転に対応した改造工事が実施されている。また、1990年代以降はドイツを含めた、 各国で、車体、座席、機器の回収、終電装置の変更に加え、電気機器の電気子直波制御方式への交換などの近代化工事や T4 の台車や一部機器を流用した電車の製造が行われている。以下、双方を含めた T4B4 の改造や機器流用車の事例を解説する。ドイツ再統一やソビエト連邦の崩壊などの社会の 変革を経た1990年代以降、超低省電車の導入に伴い、各都市で T4B4 の廃車が進行しており、近代化工事を実施した車両についても2000年代以降、多くの都市で廃車対象となっている。旧東ドイツ各都市では、マクデブルク市電では2012年、ハレ市電では2020年をもって、営業運転を終了したほか、ドレス電市電についても、 前述の通り2010年をもって定期運用から撤退し、残存する車両も2023年までに全車廃車される予定となっている。また旧ソビエト連邦各都市でも老朽化の影響から、タリンシデニやリエパーやデンのように全廃される事例が相次いでいる。一方、これらの T4B4 の一部車両は朝鮮民主主義、人民共和国のピョンヤン、ブルガリアのソフィア、 ルーマニアのアラドなど各都市の路面電車への譲渡が積極的に行われている。ありがとうございます。